い、というわけで、この前から、はい、交換しまして、はい、テンポイさあ、つまれ、つまれなかったけど、ダブルリーチつまれなかったね、あいや、早いって、早いのよ。尺がないのよ。いや、もう、国士無双やのに、尺がないんですよね。想像多いですね。まあ想像が多いので、まあ染めたいかなっていうところではありますけど、まあそうですね。まあ金の間なんで、まあさすがにそんなに無理はしないと思いますけど、まあ9ピンから。まあ9ピンね。まあ9ピンから、ああもうスミも打ちまして。ああソロポンで、ソロポンでかなりちょっと無理くりのポンなんですけど、ソロポンでさペイを抜いてリャンソー入って。いや歪んでペイが入ってリャンソーが入りまして、さあまあウーピンはちょっといらない。ああでもなんか持ってますね。さあ持ってまして、まあかなり強そうではありますね。ああ小そう積もりまして。ちなみにまあ数層かパーソン来た。ああソロポンでそのパーピンのポンで、そのパーピンのポンで、さあ一旦転売。さあ一旦転売、一数層転売ですね。まあ一数層転売十分強いですよ。ちなみに十分強いんですけれども、さあこちらさあお持ち帰りまして転売。転売っていうか、まあ転売なんですけど、もともと転売なんですけど、さあこれ第一クリーンですね。さあ数層ハイパード高めなんですけれども、これイーソーだと役満じゃないかな。イーソーだと役満ではなさそう。まあできれば数層、ああその間でさあチーソーが乗りまして、チーソーが乗ったことに、ああじゃあ、ああチーソーが乗ったことによって、もしかしたらイーソーでも役満かもしれないけど、高めの数層積もっていく。ちゃんとね、ああさあおいちょい、ああ強い強い、そんなにいらないんですけどね。チューン引きたいですね。一刻も早くチューンを引きたい。いや、でも、トイメンがね、チューン持ってるからね。まあ、ちょっとなかなか引きにくいかなって引きまして。当然引きまして。いやー、ちょっとトイメンがね、ちょっと切り遅れてるんじゃないか説ありますけどね。初途中ね、まあ、白がね、まあ、どこにあるんかなというところではありますけど、さあ、ポンしまして、白がね、まあ、白も、あーさあ、リーチ？さあ、じゃあ、リーチ入りまして、6キュッソー、あー、白い積もりまして。さあ、しれっと積もりまして、からの、さあ、いいピン私は、さあ、いいピン、あ、テンパイ。やばい、あーあー、いやー、それで、ね、先に初打ってたら耐えたんですけどね。いいピンから先に打っちゃったばっかりに、初が、となっちゃったな。ちょっと、想像が多いかなとは思うけど、金の間なんで、さすがに無理はしないと思います。はい。絶対に無理しないと思います。まあ、いいピンから来てますけどね。まあ、いいピンから来ても、まあ、2ピンはなんか残してますけどね。まあ、打ちまして。はい。まあ、そうですね。まあ、持っててもね、いいかなとは思いましたけどね。別にいいピン、2ピン持ってても、まあ、自敗から処理してもいいかなって感じではありましたけど、もうめちゃめちゃ強い。もうね。まあ、そうですね。ちなみになんですけども、イーソーとチーソーね。イーソーとチーソーは、まあ、どこにあるのかっていうところでありますけど、チーソーがね、残り2枚なんですよね。チーソー残り2枚、イーソー残り2枚なんで、ちょっときついかなっていう感じで。でも結構無駄積もしてますよ。さすがにちょっと。さすがにこれはきついか。で、なんかさ、なんかみんな転売してる。さあ、トイメンがリャンソーで転売していて、シモちゃんは、ローピンチーピンで転売して、さあ、こちゃんは転売。サンタさんが走りましたね。プレゼント届けてくれました。ちゃんと今回は上がれたパターンでしたね。はい、王座の間、おじゃい。よかったーって煽りなんですよね。しかもこれ、トンパツでしょ、これ。王座の間、トンパツ天候よかったわ、もうやばいね、もう。割かし普通ですとかね。まあ、初は泣けるとして、まあ、そうですね。まあ、ピンズで1、2メンツ、マンズ1メンツ、まあ、ソーズ1、2メンツ、みたいな感じでね。まあ、組んでいきたいかなーっていうところではありますかね。で、そうですね。まあ、神ちゃん、まあ、普通ですかね。で、トイメン、まあ、ドラドラありますね。で、シモちゃんも、まあ、いいですね。さあ、で、なんか、緑ですね。あれあれなんか、こんなに緑でしたっけあれいや、でも、まあ、ちょっとまだ足りないかな。さあ、まあ、リャンソはポンして、さあ、一旦転売ですね。まあ、初のみか。初のみですかね。さすがに。じゃあ、さあ、ローソン。はい、ローソン積もりまして、まあ、それは初のみじゃないですよ、と。さあ、そして、まあ、ローソンはちなみにポンしたいんですけど、ローソンあと1枚かな。
あ、ロー、あ、でも、なかなかそう、あと1枚だったらローソンつもりにくいけどね。さあ、さあ、さあ、なんか感じりまして、さあ、なんか無駄に感じりまして、無駄に感じりまして、ああ、さあ、感じまして、初感じまして、ええ、体、あ、じゃあ、いや、待ってたやん、今。今、ローソンを引いてから見て、初を感じて、パーソンを積もって、もう、リンちゃんでも、完全にもう見えてましたよ、それ。強そうな感じですね。ちなみにこれ玉の間ね、一応確認しておくけど、ちなみにこれ玉の間なんでそんなに無理はしないとは思います。さすがに玉の間なんで、いやこれ銅の間ちゃうよ銅の間ちゃうよ、玉の間で、玉の間ってことはこれ全然みんな無理しない、もうガチガチですから、もう、そんななんかハテナねバトルにはならなさそうではありますけど、さあペーペーペー、さあ3ペー抜きまして、かなり下茶いい形ですよね。まあ、ただドラドラあるんで、まあ、無理に染める必要は全然ないかなっていうところですね。で神茶、神茶いいですね。神茶はもうすごい三面ちゃんとシャボンのね、いいシャンテンで、あーさあ缶入りまして、さあパーピン缶入りまして、さあ白はいらないね、白になったけど、ドラになったけども、まあいらないと、さあ白全員打ちましてからの、さあ神茶が一番早そうですけどね、こっちは今、あ、でもこっちもいいシャンテンですね。はい、まあどうしようかなみたいな、3層引いたら、あーさあ缶入りまして、さあウーピン、さあチーズを缶しまして、さあウーピン、さあウーピンはおっとウーピンはちょっと下茶、下茶が乗っている。さあ、三ピン、三ピン、ウーピン、ウーピンとあるんで、あ、さあ、じゃあ、リーチ、さあ、五つチーピン、さあ、チーピンはない。チーピンは死んでいる。で、こちらまだイーシャンテン、さあ、酸素入って、さあ、両面リーチ。いやー、もうやっぱり手堅いよね。あ、さあ、ちょっと、さあ、なんかいい感じ、いいペーコーになったね。他人はいいペーコーになった。さあ、なんかすごい、全員テンパってる。さあ、いやー、サブロースも強いですけどね。さあ、ペー抜きまして、あ、あー、どれあー、つまり、これいくら、これいくらあるんだあ、わからんけど、これ、あー、裏ドラいっぱい乗ってるあー、ドラたくさんあー、ドラたくさん乗ってましたね。勝ちですよね、やっぱりね。もうだって、ポンするだけやからね、もうね。もう完全に揃っちゃってるから。さあ、そして、どうでしょうか。さあ、シャーもありますね。シャーと、ナンが、ターチャー持ってるんで、まあ、おそらく、まあ、ポンポンからのっていう形になると思いますけど、ああ、でも、さあ、初泣きましたね。初泣いたんで、まあ、ちょっと泣きようかな、みたいなところはありますけど、さあ、ナンも泣きまして、こちらで、あ、チェンパイ。さあ、神ちゃんやばいよ、神ちゃんの、ああ、だやばいよ、ああ、だあー、抜いても当たるんですよね。あー、張っちゃってた場合ね、やっぱりそれ抜いても当たってしまうというね。はい、銀の間というわけで、もうすでに張る、あー、いや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 、もうその尺がないが強すぎんのよ。チーホー、スーアンコはもうおかしいから。